皆さんこんにちは、アイジンワンダーランドのアリスです。本日はコーヒー UI で新しいカスタムノードを作っていこうと思います。まあ、作ると言っても何かプログラミングをするわけじゃなくて、全部 Google のアンチグラビティに作ってもらいます。それでは早速やっていきましょう。まずどんなものを作るか、まあ、実は作ってあるんですけれども、どんなものができるかというのをちょっとお見せしますね。これです。カスタムセーブイメージプラス、これはセーブイメージ、画像を保存するノードです。で、今までの保存するセーブノードって何が嫌だったかっていうと、一つは、このフォルダーが絶対にコンフィ UI の中のアウトプットフォルダーにしか保存ができないということ。もっと絶対的なパス、外付けの SSD とか、あと全然違うフォルダーとかに保存するということができないのがちょっとストレスでした。あとはこのファイルネームですね。ここにいちいち、いろいろパーセントデートとか入れないと日付のフォルダーができないとか、まあちょっと使いにくいところがあったので、それを改良したバージョンを作りました。今回はですね、アウトプットのパスは絶対パス、まあ D フォルダーって私これ外付けの SSD ですが、そこに保存ができる。そしてファイルの名前を自分で決められる。そしてさらにですね、とファイルが入るときにデフォルトでは日付フォルダーの中に入るんですが、それを入れるかどうか選べる。さらに次、日付フォルダーの中に子供フォルダーを作って、その中に入れるというのを選べる。そして子供フォルダーの名前を選択できるという便利なセーブノードになります。そしてさらにオープンフォルダーをクリックすると、画像が入っているフォルダーを開いてくれるという便利機能、かゆいところに手が届くノードを作りましたので、その作っているところ録画してありますので、それを見ながらどんな様子でアンチグラビティを使えるか見ていきましょう。まず今回はアンチグラビティをインストールするところから見ていきます。アンチグラビティとググってもらったら、アンチグラビティのホームページに行けると思います。一応 URL 概要欄に載せておきます。そして今回私が使っているのは Windows なので、このダウンロード for Windows を開いて、次にダウンロード for X64×64 をダウンロードします。ダウンロードするとインストーラーが入りますので、これをダブルクリックしてインストールしていきます。同意して次、デスクトップ上にアイコンを作ってもいいですね。次。で、インストールですが、私も入っているので、このインストールを押しませんが、これを押すとインストールが始まります。そしてインストールが終わったらアンチグラビティを起動しましょう。先ほどアイコンを作ったら、アイコンをダブルクリック。作ってなければ、プログラムの中から選択してください。そうするとこんな形で、アンチグラビティの画像、画面が開きます。まあ、こんな黒い画面ですね。この色は自由に変えれますけれども、今回はこのままでやっていきます。で、オープンフォルダー。で、今回はカスタムノードを作るので、コンフィ UI のカスタムノードのフォルダを開きます。そうすると、フォルダが開きます。Windows の中に作っているコンフィ UI のフォルダを開いて、中に入っていきます。で、ここにカスタムノードというフォルダがあって、ここに自作のカスタムノードを入れるので、このフォルダを選択して、フォルダーの選択。そうするとこちらにフォルダーに入っているものがですね、一覧ずらーっと並んで、ここにファイルは私はさっきも作業したので、いろいろ入っていますが、最初は何も書いていないかなと思います。そしてここにプロンプトを入れていくと、ファイルを作っていってくれるということになります。で、ここにですね、モデルを選べるのですが、今回使ったのはジェミニプロ、ジェミニ3プロハイっていうのを使っていますし、あと、このクロードオーパス 4.5 っていうのも非常に賢いモデルです。ただそれぞれ使用制限があるので、使用制限。あまり賢いモデルを使うと引っかかりやすいっていうのがネックですから、たくさん使いたいなという場合は、有料プランに入る必要があるかと思います。ちょっと有料プランの条件だけ先に見ておきましょう。一応これがプラン別の使用制限で、2025年の12月現在ですけれども、無料プラン。無料プランでも使えます。ただまあ回数制限に達しやすい。ジェミニ3 Pro を使いますね。で、AI Pro。これが20ドルぐらいかなのプランですけれども、こちらだと1日に100回から150回ですから、もうほとんど、まあ、たくさん。開発者でない限りは非常にたくさん使えますね。そして5時間経つと更新されるということで、まあかなり使えるんじゃないでしょうか。それでは、実際に使っているところの動画を流していきます。これが作業中の画像ですけれども、ここに最初にプロンプト出ますね。で、このプロンプトはジェミニに書いてもらってます。
これ使用制限があるので、最初のプロンプトは完成形をジミンに作ってもらってここに入れるっていうのがいい方法だと教わりましたので、そうしてます。そしてこのプロンプトを入れて、今もうすでに作業を、してもらっているという形になってますね。で、作業が進むとこんな風にわーっと出てきて、そしてローカルで何かしてもいいですかっていうのを確認するためには、このアクセプトっていうボタンが出ますので、これをクリックすると作業がさらに進んでいきます。今押して進みましたね。これで作業が進んでいきます。ちょっとこの画面はここ押すと消えたはずなんですけど、ずっと出っ放しでやってます。最初何かわからなかったので出っ放しでやってます。こちらを見ていただければ、こんな風に勝手にコードを書いて、今シンキングですね、作業をしてくれてます。で、こんなプランを作って、こんなプランでやりますよっていう形でどんどんプログラミングをしていってくれてますね。私の中のプログラミングは全然わかりませんけど、とりあえず何かをしてくれているという感じで待ちます。もう一回アクセプトが出ましたので、このアクセプトを押して進んでいきます。アクセプト、このアクセプトですね、ローカルに変更を与えるときは常に確認してくれるので、アクセプトしていきます。これでもう、ファイルができましたと。で、ノードを確認してください、コンフィギュア再起動してっていうことなので、コンフィギュアを再起動してノードができているかを確かめていこうと思います。では一度コンフィギュアの方に戻って立ち上げていきますね。コンフィギュアのフォルダにちゃんとできているかちょっと見てみましょうか。コンフィギュアポータブルの中のコンフィギュアフォルダに入っていって、先ほどのカスタムノードフォルダの中をちょっと見てみますね。カスタムノードフォルダをクリックして入ります。そうするとどうでしょうか。たくさん入ってて、一番下のここに入ってますね。カスタムセーブイメージプラス、これが新しく作ったノードで、ウェブっていうフォルダーとイニットファイルが入っています。どうやら形は良さそうですね。ではコンフィギュアを起動してみます。ではコンフィギュアを開きました。ちょっと何もないワークフローを開いて、そこでノードを見てみましょう。余白でダブルクリックして、セーブノードではちょっと出ないので、フォルダ名がカスタムセーブイメージプラスなので、カスタムセーブイメージ、このままちょっと検索してみましょう。カスタムセーブが違いますけど、出ますね。カスタムセーブイメージプラス、ノードが出ました。こんな感じですね。ボタンがなかったりして、ちょっと何か違うかなっていう感じですが、アウトプットのパスとパープレックスが、こんな形で選択できるようになってますね。今 C ドライブ直下にアウトプットできるという形になっています。では実際に画像生成してみてみましょうか。これ Z イメージの画像生成のデフォルトワークフローですね。私が使っている、普通に画像生成して 1.5 倍のアップスケール、ハイレゾフィックスがかかっているっていうノードですけれども、ここの出来上がった画像をカスタムセーブイメージプラスに入れてみようと思います。最後の画像が出来上がるラインをここに繋いでおきます。そして画像を生成してみますね。プロンプトは適当に書きましょう。猫耳メイドにしたかな？アニメの猫耳メイドにしました。毛も耳、毛が違うな。さあどうでしょうか。セーブイメージちゃんとできるでしょうか。今画像、ちょっと手が3本、ちょっと怖い画像ですが、これでいきましょう。画像ができました。私のセーブイメージ画像が入ってないですが、時間は書いてあるので、ファイルの保存自体はできてるかもしれないですね。ちょっとフォルダを見てみます。C ドライブ直下に、コンフィ UI、できてますね。アウトプットフォルダーがあって、その中に日付フォルダーがあって、画像がちゃんと入っています。大丈夫ですね。3本腕のキモミンメイドちゃんが入っていますけど、ちょっとこれでは不十分なので、ここからですね、ちょっと修正をしていくという作業に入っていきます。見にくいですけど、この右下のところですね。ここの右下のところにプロンプトを入れていくっていう形で、画像が生成されたらその画像がこのノードの中に表示されるように修正してください。で、このプロンプト、画像が生成されたら画像を表示するということをお願いして、スタートしていくと、今、ジェネレーティング、シンキングですね。そして、いろいろと考えてくれてます。それでここで一回止まるのですが、まだやってますね。ジェネレーティング。はい。
これで一応画像追加レビューの実装計画を更新しましたということで、フォルダを確認してくださいということなんで、一応確認してから進むという様式のようです。今プランとタスクという2つのファイルができていますので、そちらを確認してから OK ならば進んでいきます。これがプランのファイルですけど、確認しろと言われても何かよくわからないので OK にしましょう。タスクの方も見てみますが、上の3つが終わっていて、これからやるのがこの下の2つということですね。これ分かりやすいですね。セーブイメージ、プレビューが見えるということと、ボタンを作るっていうことが書いてあります。で、確認しました。では、作業を追加してみてください。と入力して、また進めていってもらいます。また、アクセプトが時々出ますので、ローカルに変更を与えるときはアクセプトを押していきます。修正が完了しました。早いですね。すぐにできてしまいます。コンフィギュアを再起動して動作を確認してくださいということなので、またコンフィギュアを開いていきます。コンフィギュアが開きましたね。どうですか？まあ見た目ボタンないですね。ボタンないですが、まあ、一度画像を生成してみましょう。イメージがプレビューが見れるかどうかっていうことを確認していきたいなと思います。とりあえずつないで画像を生成していってみましょう。なかなか一発で完璧にというわけにはまだいかないみたいですが、少しずつあえて修正しながらね、改善していけばいいという考えを持った方がいいと思います。まず本来のセーブノードに画像が入ってくると思います。今画像が入ってきました。あ、入ってきましたね。ちゃんとプレビューが入ってきて、下に同じようにアスペクト比も書いてありますね。同じ画像が入ってきました。うん、一つずつ進んでいる感じですね。当然先ほどのフォルダーにも秘密があって、その中に入ってますね。2枚目の画像が入っています。あとは同じようにここでコメントを入れながら、まあ、修正していくということですね。まあ、ボタンの修正だったりとか、あとはずっと進んでいって、ここにボタンができてますね。まあ、これを押すとフォルダーが開いてくれるという設定になりました。ちょっと進めていきますね。さらに最終的にちょっと追加でお願いしたというところがこれですね。2つ追加。1つ目、日付フォルダを作るかどうか選択できるようにしてくれるかということと、あとは日付フォルダを作った場合に、その仮想、これ漢字間違ってますけど、その下にもう一つフォルダを作れるようにしてください。こちらも使うか使わないか自由に選択できるようにしてください。まあ、こんな誤字があってもちゃんと意味を汲み取って作ってくれますね。そしてこれで出来上がって、最後にできたのが冒頭に見せた新しいノードになります。ここまでの所要時間はおよそ30分ですね。30分で全くプログラミングが書けない私が、コンフィ UI の新しいノードを作ってしまったということになっています。さて、最終的に30分で新しいノードができてしまいました。ちょっと使い勝手を見ていきましょう。これですね。カスタムセーブイメージプラス、まずここ、今 DE ドライブですね。これは私の外付けの SSD、 ここに保存するという設定にしています。で、ファイル名にアリスジェン、まあこれは何でもいいですけど、ファイル名の頭につく言葉がこれですね。で、日付をつけるかどうかがこの True か False。 まあ日付フォルダーあった方が便利ですので、基本的には True で、日付フォルダーの下にサブフォルダーを作るか True で、 Z イメージというフォルダーを作ってから、そこに画像を入れてもらいたいということで、画像を生成していきます。ちょっと4枚ぐらいいきます。ちょっと違うバージョンも生成しています。日付フォルダーをなしにして、で、その下の一応仮想のフォルダーはありにして、 Z イメージで画像を生成しています。ちょっとプロンプトを変えましたので、実写系の女の子が生成されてくると思います。今画像が生成されましたので、フォルダーが開けるかどうか見てみます。フォルダー、あ、フォルダー開きましたね。こちらにフォルダーを開いてくれました。今 SSD の中のコンフィ UI アウトプットフォルダーの中に日付フォルダーで、1個目がこの日付フォルダーの Z イメージのフォルダーの中に画像が、アニメ系の画像が入っています。さらに日付フォルダーがないこの Z イメージニューの方にもちゃんと実写系の画像が入っています。ちゃんと動いてますね。もしこのノードを欲しいというようなことがありましたら、コメント欄に入れてください。まあ今日のやり方を見ていただければ誰でも同じようなことがアンチグラビティを使ってできると思いますが、もし必要であればまた考えます。
いやー、ヘワンチグラビティ使いましたけど、やっぱりすごかったですね。なかなかこんな風に簡単にカスタムノードを作れるとは思いませんでした。皆さんもぜひぜひ使ってみてください。すごくおすすめです。それでは、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴していただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。